牧瀬たちの他に富樫や楠本までやられたらしい。紛れもなく宝泉の宣戦布告だ。牧瀬までやられたな。お前までやられたらスズランは終わった。あんなハゲどもにやられねえよ。俺が言ってんのはお前がスズラン背負ってるってことだ。もっと自覚持て。だったらうなもお前にくれてやるよ。ふざけんな。俺はお前にかけたんだ。がっかりさせんな。なんとかスズランまとめないと宝泉に潰されんぞ。じゃあどうすりゃいいんだ。ちょっと預けろ。俺がいいって言うまで動くな。楠本は全治3ヶ月だったよ。やるにしても限度ってものがある。漆原亮っていうイカレ野郎の仕業らしい。なんだこれ。セリザスラカセ、俺が勝ったら GPS に入れ。タケヤのためか。なんなら別の理由でも構わねえ。スズランに入ってからずっと景色が綺麗に見えたことがねえ。なんかぼやけてやがると思ったらいつもそこにお前が立ってた。そういやお前とは一度もやったことなかった。Come on.